物価が上がっている時に年金が下がる、そういう仕組みですよこれ。これいいんですか。独立国ですか。こんな大事なことを国民に明らかにできない。小池晃君、国民との信頼が壊れても米国政府との信頼が大事なんですか。日本共産党の小池晃です。6月15日に4、5月分の年金振り込まれますが、昨年よりも引き下げとなります。4月の消費者物価指数は 2.5% の上昇。しかも水光熱費や食料品などの値上がりが大きいため、高齢者ほど物価上昇の影響は重い。厚労大臣、物価が上がっているときになぜ年金を下げるのか。後藤厚生労働大臣。これについては、年金額の改定ルールに基づきまして、前年の物価等がマイナスとなったことを反映している数字でございます。で、低所得者無年金低年金の高齢者の方々に対しましては、昨年の経済対策に基づいて住民税非課税世帯に対する10万円の給付を2月から3月にかけて多くの自治体で開始したものと承知しておりますし、今般の総合緊急対策で地方創生臨時交付金を大胆に拡充しまして、物価高騰の影響を受けた低所得や無年金低年金者の負担軽減に活用することも可能と承知しておりまして、このような取り組みをしっかりと後押しをしつつ、年金制度の持続性の観点から制度の運営を着実に進めております。正確に答弁してほしいんですけど、前年の物価ではなくて賃金ですよね。なぜ下がったのか、もうちゃんときちんと説明してください。前年の物価とそれから3年の実質賃金の平均率を比べて、改定をいたしております。物価よりも賃金の方が下がっているから下がったんでしょ。名目賃金変動率の計算の仕方を言ってください。厚生労働高橋俊幸年金局長。まず物価と賃金の縦比べをいたします。物価につきましては前年の消費者物価上昇率マイナス 0.2 でございます。で、賃金でございますけれども、これはまず2年度前から4年度前の直近3カ年平均の実質賃金の変動率平均を出します。これが三角 0.2% でございます。それは直近の物価、昨年の物価マイナス 0.2 をかけまして、名目化いたしまして、名目賃金変動率がマイナス 0.4 と。で、名目賃金変動率の方が低い場合にはこれをもって年金額改定率とすると。2年前から4年前の賃金が下がった、それが年金下がった理由ですね。確認です。年金につきましては物価や賃金の動向を反映するわけでございますけれども、このように確定的なデータが出ましてからそれを反映するので、確かにワンテンポ遅れるという事情はございます。また直近の大きな変動に影響しないように、賃金につきましては3カ年分で平均をすると、こういったことでですね、中変動にならないようにしているものでございます。小池晃君、だから2年前から4年前までの賃金下がったことが今回年金下げた理由なんですよ。安倍政権の時なんですよ。安倍政権の時賃金下がったってことですよね。2年前から4年前の内閣の下での数字だと言われればそういうことにはなります。安倍政権の下で賃金下がったっていうことなんですよ。これは上げるって言ってたけど、それでね、結局現役世代の賃金下がった結果年金も減ってるわけだから、現役世代も年金世代もみんな苦しんでるわけですね。で、しかも年金、これ地域経済支えてます。ですから年金というのは老後の生活を支えるだけではなくて地域経済を支えるわけですね。総理ね、物価高騰下に年金を下げれば消費が冷え込んで地域経済が衰退し、現役世代の賃金にも波及して、その結果また年金が下がる、悪循環ではありませんか。長期的な給付と負担のバランスを取ることによって持続可能な制度を作っていく、そうした観点から制度が作られています。この制度は重要な制度であり、しっかり維持していかなければならないと政府では考えています。ただ結果として委員ご指摘のように年金は下がるということになります。だからこそ、これの委員おっしゃるように、これ過去の賃金とそして物価、この反映、これが反映されてで年金が下がる、そういったことでありますので、昨年の11月の経済対策において、こうした低所得あるいは無年金低年金の高齢者の方々への支援ということで、住民税非課税世帯に対して10万円の支給を行う、こうしたことを、決定しているということであります。年金減額を上回る支援を、こうした形で用意をし、そして4月に発表しました総合緊急対策の中においても、地方創生臨時交付金を
低所得や無年金、低年金の方々の負担軽減に活用することも可能な制度、これも用意をした、こうしたことであります。まあ、年金の制度は持続可能性の観点から維持したいとは思いますが、それと並行して、年金で生活している方々の、暮らしをしっかり支える政策は政府として用意をしていかなければならない。まあ、今あれやったこれやったって言われたけれども、それは年金削減に対する直接の対策じゃないじゃないですか。それ以前からやられて、で大体ね、5000円配ろうって言い出したでしょ、自民党と公明党が。で総理もそれをしっかり受け止めるって言ったでしょ。年金削減の影響が出るから心配したからそうやったんでしょ。で今回のこの年金の削減に対する対策はないでしょ、補正予算だって。これでいいんですかと言ってるんです。補正予算の中にはそうした対策は入っていませんが、先ほど申し上げました4月の総合緊急対策の中に、地方創生臨時交付金等を活用して、低年金、無年金の方々に対する支援を用意している。まあ、こうしたことであります。年金削減に対する補正予算の対策がないということを認められました。やっぱりそれでいいのか。物価が上がっているときに年金が下がる、そういう仕組みですよ、これ。これいいんですか。今ね、6割以上の方が世論調査やると年金信頼できないって言ってるんですよ。こんなね、物価が上がっているときに下がるような年金、ますます信頼が失われて、年金制度自体の土台を壊して持続不可能にしちゃうんじゃないですか。これなんとかやっぱり年金がね、物価が上がるときも下がるような仕組みは見直さないといけないと私は思うけど、どうですか。先ほど申し上げましたように、年金については持続可能な制度を維持しなければならないと思います。この昨年11月の79兆円の経済対策、4月の13兆円の総合緊急対策、これらをしっかりと国民の皆さんに届けることが大事であり、それが年金においてマイナスの影響を被られた方の支援にもなると思っています。そして補正予算につきましても、予備費のこの拡充によって今後不測の事態にも備える、そういった意味でも大きな支援の材料になると考えております。で何でもやりますって言ったら財政民主主義なんて成り立たないんですよ。そういうこと言っちゃいけないね。持続可能とさっきからおっしゃるでね、持続可能にするんだったら賃金上がらなきゃいけないんですよ。だって賃金下がってるから年金下がってんだから。じゃあ聞きますけど、今回の補正予算に賃金上げる政策ありますか。先ほど、補正予算ということをご指摘になられますが、先ほど来こちらも答えておりますように、昨年来の経済対策も含めて全体で国民の暮らし事業を守っていく。年金対策も賃上げ対策も補正予算ないということをお認めになった。それでね、賃上げ減税ってことをおっしゃいますんです。政府はね、財務省に聞きます。賃上げ減税、これどれだけの企業に適用されると見込まれますか。住沢仁財務省主税局長。黒字法人の約1割程度をと見込んでおりまして、具体的には大企業の場合約1700社、中小企業の場合約 9.1 万社と見込んでおります。まあ、今の答弁ではっきりするように黒字企業しか対象にならないんですよ。だからね、273万の中小企業のうちたった9万社、残り264万は対象外。これじゃね、まともな賃上げになりませんよ。で、これ今パネルお示ししますけども、問題はですね、アベノミクスで大企業の内部留保は133兆円増えました。しかし、一人当たりの実質賃金は年収で22万円下がってるわけです。総理ね、内部留保を賃金や設備投資に振り向ける道筋を作ると。おっしゃいますが、どうやって道筋をつけるのか具体的に答えてください。賃金、さらには、設備投資、次の成長につながる投資に、振り向ける、この二つが重要だということを再三申し上げています。先ほど、賃上げ税制について、対象が限られるではないか、まあ、こうしたご指摘がありました。だからこそ賃上げ政策についてもさまざまなメニューを用意させていただいております。この中小企業において赤字企業等であっても恩恵が受けられるようにということで、補助金あるいは公共調達においても賃上げ努力をした企業を評価する、こうした仕組みを導入する、そもそも、まあ、公的価格の引き上げ等によって国が率先して賃上げの雰囲気を作っていく、あるいは中小企業において、賃上げのこの原資をしっかり確保するためには価格転嫁
というものがしっかり行わなければいけない、こうしたさまざまな政策を用意している、こうしたことであります。合わせて先ほど申し上げました賃上げと設備投資が重要だということで、設備投資に向けてはこのデジタル投資あるいはカーボンニュートラル分野における投資、こうしたことを促進するために、政府として将来の市場規模を、しっかり示した上で予算や税制についてもしっかりと、環境整備を行う、こうした政府が呼び水、となるさまざまな取り組みを進めることによって、魅力的な投資市場をすることによって、投資市場を作ることによって、設備投資をしっかりと促進させる。だから今ね、いろいろ説明されたとはそれいいと思うんですよ。やったらいいですよ。不十分な点もあるけど、でも果実はあるじゃないですか。この内部留保という果実、ここに切り込むことなんでやらないんですか。これについては二重課税の問題等もあり、対応は慎重でなければならない。私たち提案してるんですよ。10億円以上の大企業に賃上げ分、グリーン投資などの設備投資を控除して、2012年以降、すなわちアベノミクスで増えた内部留保に 2% を課税をすれば5年間で10兆円の財源が生まれる。こういうことをやっぱりやらないと、お願いするだけじゃ賃上げできないと思うんですよ。で、これやれば賃上げに回る。大企業の賃上げにもなる。中小企業の賃上げにこれは使おうと言って、最低賃金引き上げの支援に。グリーン投資にもなる。税の歪みも正す。こういうことをやっぱりやるべきじゃないですか。内部留保課税については先ほど申し上げました。二重課税の問題等もあり、慎重でなければならないと思います。加えて、こうした、その賃上げを考えた場合に、賃上げ、一時的に賃上げする。これはもちろん大事なことですが、これを持続可能なものにしなければならない。こうした課題もしっかりクリアしなければなりません。よって、一時的に賃金に成長の果実が振り向けられたとしても、経済全体の成長があってこそ、そうした取り組みは持続可能なものとなります。よって、成長戦略と合わせて、賃上げも考えるということ、これが大変重要なポイントだと思います。賃上げをやって消費活性化すれば企業も儲かるようになる。そしてまた賃上げになる。一時的じゃないんですよ。それこそ成長と分配の好循環なんですよ。それを始めるきっかけがこれじゃないかと我々提案している。財務大臣ね、二重課税という話があります。二重課税の規定はありますか。二重課税法律的にどうだと、そういうのあるんですか。二重課税は法律で禁止されてますか。鈴木財務大臣。いわゆる二重課税につきましては、法律上定義しているものはなく、したがってこれを一般に禁止している法的な規定はないと、そのように承知をしております。その上で、内部留保に課税をするということにつきましては、二重課税という指摘もなされておりますので、こうした指摘があることなどから慎重な検討が必要になると考えております。小池晃君。大臣ね、法律の規定ないと言ったのに二重課税の指摘がありますって、それおかしくないですか。なんでそんな答弁するんですか。鈴木財務大臣。端的に答えればですね、先ほど申し上げたとおり、法律上の定義はしているものはなく、したがってこれを一般に禁止している 法的な規定はないということでございます。その後のことにつきましては、総理の先ほどの答弁をなぞらせていただきました。これ定義ないんですよ。それで最大の二重課税、私はね、所得税取られた上に消費税取られることだと思いますよ。そういうことは平気でやる。やっぱり成長と分配の好循環と言いながら、総理ね、分配どこに行ったんですか。金融所得課税の見直しも言わなくなった。そして肝心なところには切り込まない。内部留保課税はしない。消費税の減税は絶対しない。成長と分配どこに行ったんですか。分配ないじゃないですか。本当に分配するんだったら内部留保課税検討すべきですよ。分配、まずは賃金引き上げることが、この好循環の大きなきっかけになるということで、賃上げ税制から始まって分配政策についてもいろいろと用意をさせていただいています。優先順位をつけて分配政策 をしっかりと推し進めるべく、政府がしっかりと旗を振るということと合わせて、成長戦略においても政府として思い切ったこの様々な政策を用意する。この両方を用意することが好循環につながると信じています。分配がないじゃないですか。今の説明だって。結局分配なし。
成長のみ。でこれではね、好循環など生まれない。しかもやはり消費税です。やっぱり決め手は、我が党は昨日参議院に減税法案を提出いたしました。すべての品目で値下げができる、すべての世代に値下げができる、中小企業を苦境から救う、インボイスも撤回する。でコロナ禍でも世界85カ国地域で何らかの形で付加価値税の減税今始めています。国会でね、これ議論しようじゃないですか。国会で決めることって多分おっしゃるんだと思うけど、自民党が反対するからできないんで、総理がここで自民党総裁としてやりましょうって言えばできるんです。国民の前でいろんな政党がね、消費税の減税法案出してますから、議論しましょうよ。国会でぜひ議論しよう、呼びかけます。政府の考え方としては、現状日本国において消費税というのは社会保障の安定財源として位置づけられている、国民生活を守ること大変重要でありますが、合わせて国民が安心できるセーフティーネットがしっかりと用意されているということ、これもこの国民生活を守る上で重要な視点です。よって消費減税ということについては、社会保障の安定財源であるということを考えた場合に、政府としてここを触るということは考えていない。議論すらしない。そういう議論しないじゃないですか。法案じゃあ議論しましょうよ。自民党賛成してくださいよ。自民党が了解すれば国会で議論できるんですから、やりましょうよ。議論しようって言ったからやりましょう。これはぜひ国会で議論していただきたい。アメリカの、しかもアメリカの武力攻撃に今まで日本ってのは反対したこと一度もないんだから、主体的な判断ができないじゃないですか。結局日本に対する武力攻撃がなくても、アメリカがどこかの国と戦争を始めたらば、日本が自衛隊一緒になって、相手国の基地だけではなく、指揮統制機能、すなわち相手国の中枢まで、これ攻撃することになる。これが、憲法が禁止した、放棄した戦争でなくて何なのかと。で、相手国から見ればこれは先制攻撃に他なりません。報復を呼びます。我が国に戦火を呼び込むことになります。私は安保法制戦争法の危険性がいよいよ、この敵基地攻撃の問題も含めてですね、いよいよこの危険性が明らかになったと思います。改めて廃止を求めます。沖縄県の玉城デニー知事は、復帰50年にあたって辺野古新基地建設の断念などを求める新たな建議書を日米両政府に提出しました。ところがその直後に日米の首脳が沖縄の声を一個だにせず新基地建設で合意した。強く抗議します。辺野古の陸上部の工事について聞きます。キャンプシュアブ陸上部の施設建設工事、2006年以降に支出した総額と米軍に提供した建物はいくつですか。防衛省整備計画局長、土本英樹君。キャンプシュアブ及び辺野古弾薬庫の陸上部においては、大社等の建物を機能的かつ効率的に再配置するための工事を実施しております。これらの工事に関しまして、平成18年度以降、令和2年度までに支出しました総額は、約597億円となっております。またこれらの工事により、これまでに米側に提供した建物は30棟となっております。キャンプシュワブの陸上部の施設建設は普天間飛行場の移転と何の関係もないじゃないですか。なんで普天間の施設と関係のない海兵隊のキャンプシュワブの基地強化費用をなんで日本の税金で出さなきゃいけないんですか。辺野古弾薬庫の建て替えにつきましては、失礼いたしました。平成18年5月の2プラス2で合意されました再編の実施のための日米ロードマップの普天間飛行場代替施設をキャンプシュワブ区域に設置するため、キャンプシュワブの施設及び隣接する水域の再編成などの必要な調整が行われるという内容に基づいて、委員ご指摘の点を実施しているところでございます。この、再編の実施のための日米ロードマップにおきまして、施設整備に要する建設費、その他の費用は明示されない限り、日本政府が負担するとされていることから、建て替えにかかる費用は日本側で負担しているというところでございます。小池晃君。言われるがままに負担しているっていう話です、今のは。ねえ。こんなことでいいんですか。隣接する地域だから、普天間の移設と関係ないとこまで日本の税金で今着々とキャンプシュワブの基地強化やってるわけですよ。こういうことが許されるのか。しかもですね、弾薬庫、今写真出しております。辺野古キャンプシュワブのに隣接する辺野古弾薬庫の建て替え工事を行われています。この進捗状況を説明してください。この建て替え工事にかかる契約額は、29年度に弾薬庫4棟の建て替えに関する日米合同委員会の合意を得て工事を開始いたしまして、令和3年度に完成したところでございます。あと、これら4棟の建て替え工事にかかる契約額は合計約31億円でございます。小池晃君。令和4年、令和3年度と言ったけど、いつ完成したのか。令和4年2月完成しております。建て替えはですね、この4棟にとどまるのか。これはアメリカ海兵隊が2014年に作成した文書です。
何と書いてあるか。キャンプシュワブ及び辺野古弾薬庫を新たな任務に対応できるよう 再設計、拡張する。辺野古弾薬庫にかかる計画変更は、13の弾薬庫を解体し、新たに12の弾薬庫と武器の組み立て区画を設置することを含む。この建設には未開発地を含む大規模な土木工事を必要とすると。米軍から辺野古弾薬庫さらなる建て替え工事要求されているんでしょうか。令和3年度に完成いたしました弾薬庫4棟以外に現時点におきまして日米間で新たに合意した弾薬庫の建て替え計画はございません。令和3年度に完成いたしました弾薬庫4棟以外に今後の建て替え計画につきましては現在日米間で調整を続けているところであり現時点におきましてが日米間で新たに合意した弾薬庫の建て替え計画はない。現時点では合意してないけど米軍から要求はあるんですか。米側との調整の内容につきましては相手方との関係もございますので委員ご指摘の点も含めてお答えできないことはご理解いただきたい。独立国ですか。こんな大事なことを国民に明らかにできない。こんなことでいいのか。巨大なね、弾薬庫の建設ですよ、これ。先日私はキャンプシュワブの辺野古弾薬庫寄りの第4ゲート、この内部で大規模な伐採、造成工事を行われているのを見てまいりました。で、これもね、辺野古弾薬庫の建て替え工事のためのものではないかというふうに現地では言われている。工事の影響かもしれないけども、大浦湾は赤土でね、濁ってるんですよ。自然環境へのね、影響も非常に心配であります。で、共同通信は14日、沖縄県内の米軍弾薬庫について自衛隊による共同使用案が日米両政府内で浮上した、日米一体化が加速していると報じました。これは事実ですか。増田和夫防衛政策局長。施設区域の共同使用につきましては運用に係るより緊密な調整、総合運用性の拡大などの観点から、充実すべき日米協力分野の一つでありまして、これまでも具体的な取り組みも進展しているところでございます。今後の共同使用の検討にあたりましては、特定の地域を排除せず、沖縄を含む日本全国の施設区域について、幅広く様々な可能性を検討してきておりますが、日米間の具体的なやり取りや検討状況につきましては、仮にこれらを明らかにした場合、米国政府との信頼関係が損なわれることなどから、お答えできないことをご理解いただきたいと。小池晃君。国民との信頼が壊れても、米国政府との信頼が大事なんですか。こんなことはね、うさに全く否定しませんでした、今。しかもね、この弾薬庫、秋葉武雄国家安全保障局長が在米日本大使館で講師だった2009年に、米議会で沖縄またはグアムへの核貯蔵施設建設について日本はどう見るかと問われて、そのような提案は説得力があると答えたとされる陳述名も明らかになりました。当時外務省否定しましたが、この委員会のメンバーの一人、モートン・ハルペリン元国防次官補代理は、赤旗のワシントン特派員の取材に、これは責任あるスタッフによって書かれたもので、正確なメモだと答えています。沖縄には本土復帰前まで最大で1300発までの米軍の核兵器が存在しました。辺野古弾薬庫にも核兵器が貯蔵されたことが、されていたことが確認されています。そして日米首脳会談では、拡大抑止、核の傘の強化を確認して、辺野古新基地建設を着実に実施すると表明しました。防衛大臣、辺野古弾薬庫に核兵器が配備される可能性はないと断言できますか。日米間で何を話し合っているのか明らかにすべきではありませんか。岸防衛大臣。我が国は非核三原則を堅持しております。このことは米国も十分に了解をしていることであります。ご指摘の辺野古弾薬庫をはじめ、在日米軍基地のどこであっても兵器、核兵器を保管することは、非核三原則との関係で認められるものではなく、日米両政府間でそうした議論は行われておりません。小池晃君。しかし密約の存在は明らかになっているわけですよね。辺野古の新基地は大浦湾の超軟弱地盤でどれだけの期間、どれだけの費用がかかるか分からず、建設の可能性すら疑問が出ている。そして今日議論したように、普天間の移設にとどまらないんです、これ。キャンプシュワブと辺野古弾薬庫の大規模な強化による巨大新基地建設。キャンプシュワブに陸上自衛隊を常駐させて、共同使用することも検討されています。辺野古新基地と辺野古弾薬庫が一体となって、日米共同の一大拠点になる危険がある。何よりも沖縄の新基地反対の民意は揺るがぬものであります。新基地建設は中止をして、普天間基地工場は閉鎖撤去せよ。このことを改めて求めたいと思います。そして総理、日米首脳会談で拡大抑止の重要性確認されました。拡大抑止は核の使用を前提とする議論です。総理は核兵器のない世界を目指すとおっしゃいますが、まさに逆行だと思います、私。拡大抑止は。広島に本社を置く中国新聞は、社説で広島サミットを歓迎しつつ、核兵器廃絶を議論するどころか、被爆地を舞台に核抑止力をアピールする場になりかねないと警鐘を鳴らしています。総理は地元のこうした声にどうお答えになりますか。岸田内閣総理大臣。
これは再三申し上げていますが、厳しい安全保障環境の中で国民の命や暮らしを守る現実的な対応をしっかり行わなければいけないということで、先日の日米首脳会談においても、核を含むあらゆる種類の能力によって裏付けられた日米安全保障条約の下で米国のコミットメント、これを確認し、そして拡大抑止が揺るぎないものである、その信頼性についても今後しっかりと日米で意思疎通を図っていこう、こうしたことを確認したわけですが、こうした厳しい現実に対する対応と核兵器のない世界に向けてのという理想に向けての取り組み、これは決して矛盾するものでないということを申し上げています。この厳しい現実を踏まえて、ここから核兵器のない、という、ない世界という理想に向けて、どういった道筋で議論を進めていくか、そのロードマップを示すことによって、この両者は両立できると信じています。今、この米国との信頼関係をしっかり確認し、現実に対応するとともに、核兵器のない世界という理想に向けて、米国との信頼関係に基づいて、取り組みを進めていく、これこそが現実を変えていく、大変重要な取り組みであると思います。結論として、今のご指摘、今の現実への対応と理想への理想の追求、この2つは矛盾するものでないということを、申し上げております。小池晃君。私は全く逆行だと思いますよ。拡大抑止というのは核の使用も前提とする議論ですよ。いざとなったら核を使うという議論ですよ。そこに固執をしてですね、で、今言ったように揺るぎないものだというようなものまで確認をする。そういったことと同時に核兵器のない世界を目指す。どう両立するんですか？全く方向が逆じゃないですか。中国新聞の社説では、今、中国新聞、広島のですよ。広島を本社とする中国新聞ですよ。この中国新聞の社説でも、ロシアの核兵器の脅しもあって、核兵器がなければ国を守れない、短絡的な言説が横行し始めていると。まさに核軍縮には逆風が吹いていると、こう指摘をしている。私も本当にそうだと思う。プーチン大統領のように、自国にどのような被害が出ようとも核の先制使用をためらわないような、そのような核大国の指導者が登場しているもとで、私は核を持てば抑止できるという議論は破綻したと。いよいよ無力になってると思いますよ。で、そういう中で、広島出身の首相だと胸を張るあの総理が、まさに核をですね、拡大抑止だというような議論を進めると。後ろの官僚さん笑ってるんじゃないよ。あなたたちね、笑うって場所じゃないでしょう、これは。無責任だよ。総理、そういう議論どうですか？ひどい態度。聞いてください。笑ってますよ、さっきから笑ってた。もういい、ヘチじゃないだろ。いいです。はい、ご静粛に願います。はい、質疑を続けてよろしいですか。はい、岸田内閣総理大臣。核をめぐる議論、さまざまな見方がある、意見がある、これはその通りだと思います。しかし私は今内閣総理大臣として核兵、被爆国、被爆地出身の総理大臣として、この現実にしっかり対応するとともに理想は決して諦めないということを申し上げています。核兵器というのは人類とは共存できない悪魔の兵器であると、絶対にやっぱり許しちゃいけないんですよ。核の保有ももちろん使用も。で、核兵器のない世界を実現するというなら核抑止と決別しなければいけないんですよ。国連は圧倒的多数でね、核兵器禁止条約を採択した。過激な議論じゃないですよ。非常に現実的な議論で、86カ国が署名し、61カ国が批准してるわけです。来月、6月、ウィーンで締約国会議が開かれます。NATO 加盟国の中からも、ドイツ、ノルウェーはオブザーバー参加をするわけですよ。我が党も代表団を派遣をいたします。でね、ロードマップだと。核兵器国と非核兵器国の橋渡しをするんだと。現実的に進めるんだとおっしゃるのであれば、私は少なくとも6月の締約国会議に、日本政府が代表を派遣する。今おっしゃったことと何ら矛盾しないと思いますよ。会議に出て日本の立場を堂々と述べればいいじゃないですか。